オッフェナウはドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す町村。この町はシュトットガルト大都市圏周辺部に位置している。オッフェナウはハイルブロン郡北部、ネッカー川中流域、ネッカー内陸水路に面している。オッフェナウに隣接する市町村は南から時計回りにバート・ビンプフェン、バート・ラッペナウ、グンデルスハイム、バート・フリードリヒス・ハルで、 いずれもハイルブロン軍に属す。オッフェナウは、エトハイム、バートフリードリヒスハルと共に、行政共同体を形成している。オッフェナウは、オッフェナウ地区自身だけからなり、他に、地区はない。オッフェナウは、767年のロルシュ文書にフェニム、として、初めて登場する。オッフェナウの塩水の井戸は、ドイツ騎士団の支配下に置かれ、1560年頃から、 健康目的で利用されるようになった。1754年には、クレメンス・ハル製園所が創設された。これに伴い、その労働者の町として、現在の急修落ができ、1790年には、温泉施設という歩行公園を備えた温泉ホテル、リンデが開業した。ドイツ騎士団の解消により、オフフェナウは、ビュルテンベルク王国内の独立した自治体となった。 19世紀に温泉企業は町を援助し、温泉を示すバットフェナオの名を取得させた。鉄道が開通した1879年以後は、特に温泉は繁盛した。第一次大戦後、温泉は衰退していった。製塩所は1929年に閉鎖された。ほとんどの製塩関連企業が1960年代に廃業し、 最後に残った会社も1981年に閉鎖された。かつての製塩所の跡地には、現在、新しい町役場と消防署の施設が建っている。製塩所を思い起こさせるものは、昔の製塩所の敷地外にあった1780年建造の旧寺尾倉庫だけである。1993年、1995年、1997年と洪水による、 大きな被害を受けたため、2000年から2003年にかけてネッカー川の堤防に洪水対策工事が施され、2100メートルの長さの防災堤防と4つの排水ポンプ施設が建設された。オッフェナウは、かつては、ドッテンベルクの支部協会組織であり、ボルムス市教区に属した。1438年に独立した協会組織が創設された。オッフェナウの 町役場オフフェナウの議会は12人の議員からなり、これに議長を務める市長が加わる。ズ柄ガラ、青地に金の帝国帽子、その上に3つの互いに接する銀の塩のキューブ。文章が現在の形になったのは1939年からである。帝国帽子は20世紀初めからオフフェナウの印象に現れる。この町にとってそれが どのような意味を持つのかは不明である。1938年に、ビュルツブルグの文書部門は、紋章の色を定め、似ている他の紋章との区別のために3つの塩のキューブを書き込ませた。これは、オフフェナウにおける塩の採掘を示している。1963年3月4日に、バーデンビュルテンベルク州の内務省は、この紋章の使用権を町に許可した。旗は 金青である。コルンルプファーフェスト、毎年7月の最後から2番目の週末に開催される。土曜日から月曜日まで行われる伝統的な祭りである。交通の便が良い場所にあることを背景に、この町は小売業、手工業、サービス業、工業がバランスよく安定したインフラストラクチャを形成している。1971年に、 ズッカーエジーがオフフェナウに定住した。この企業は、天才から砂糖を生成する会社で、2007年現在、町で最も重要な雇用種となっている。オフフェナウは、連邦道、B27 号線、及びハイデルベルクから、バート・フリードリヒス・ハルへの鉄道路線沿いに位置している。オフフェナウでのニュースは、日韓紙ハイレブロナーシティンメの北、中部版に掲載される。 ありがとうございます。